こんにちは、速稼塾の久保です。今回もですね、花龍馬シリーズの中でもモテるためのコンテンツにしたいと思います。前回ですね、花龍馬さんが聞き役になることだっていうことを言われました。これはね、非常に大事ですね。3割話して7割聞くっていうバランスなんですよ。しかも3割話すも相手からの話を引き出すためのポイントであるべきなんですよね。まあ、これはね、対談をやってみるとよくわかるんですけども、こちらの方から3割ぐらいね、質問を投げかけるんですけども、その倍ぐらいを話してもらえるように誘導しなくてはならないんですよ。具体的に言うと、何々さんがこう言ったってことはこういうことなんですよねっていうふうに誘導するんですよね。そうすると、あ、そういうことなんですよ、例えばこういうことなんですねっていうふうに実例を出しやすく誘導してあげると、そうすると、あ、この人話しやすいなってなって、まあさすが貫禄だなっていうふうなね、ことを感じさせることもできるのかなと私は思ってるんですよね。まあ、ですんで、質問がね、下手だと回答もすごくね、短くなっちゃったりとか、ぼやけたりとか、つまんなかったりするんですよ。結果、つまらない対談がこうね、展開されるんですけどね。だからやっぱね、人と話し合うときに相手の話が面白くないなと思ったら、面白くなるようにこちらの方で誘導したりデコレーションしたりとかしてあげるっていうスキルが必要になってくるかなということでございます。それが聞き役になるってことですよね。あなたの言うことはこうなんだけど、僕の体験ではねって言い出したら終わりなんですよね。それはだから聞き役になってないってことなんですよ。なるほどとかね、あ、もっと聞かせてくださいよ、え、それでどうなったんですかっていうふうに、こういう合いの手を入れることによって続きを話したくなるんですよね。まあ、それが気持ちの良い対談、聞き役になることかなと思っております。で、今回はですね、モテるための秘訣の第1個目がこの聞き役になるってことなんですけども、もう2つぐらいちょっとね、紹介してみましょう。とりわけ年上の男性が年下の女性にモテるために、いや逆にですね、これをやったら絶対モテないよってのがあります。一つはね、だらしないことなんですよね。だらしないってのはどういうことかっていうと、例えばね、車に乗っていても車の中が散らかっていたりとか、なんかそのシューズシートがね、下のシートが泥がついてても気にしないみたいなね、それはね、だらしない人なんですよ。だからティッシュはいつもピシッと入っているとかね、それからどっかにジュースがこぼれた跡がないとかね、で、まあ灰皿に何かが入ってるのも最悪です。灰皿はもう一切使わないってことですよね。もうむしろ自分がタバコ吸わないっていう前提がないとダメですね。で、ゴミ袋が常にどっかにあって、で、さっと出してあげれる位置にあるとかね。で、そうですね、後部シートにも何にも乗ってないって感じです。女性は後ろに物を置くケースがありますから絶対にダメですよね。で、そっから伸びて部屋の中が散らかってるのもダメですね。これだらしないわけなんですよ。いつも整理整頓って感じです。ただし自分の使ってるデスクはそれ自由です。何かのね、作業の途中である可能性があります。この自分のデスクっていうのは自分の心の中なんですよね。まあ、ですので、めったに人に見せるものではないし、人に触らせるものでもないし、それは自分なりの整理整頓でいいわけですよ。乱雑に見えていてもね。ただ地面に何かが転がっていたりとか、ソファーの上に脱いだコートがダランとね、置いてあるとかも最悪ですね。やっぱり女性ってのは、あ、この人は確かに30歳40歳生きてきてんだなっていうふうに思っていただかないと、もうすごく幻滅するんですよね。そこに恋愛は生まれてこないんですよ。年上の人が年下の女性に母性を要求しすぎると、これはね、ちょっと頼りない男性に見えちゃいますね。こういうだらしなさってのは絶対ダメですね。どちらかというと、男性が女性に母性を感じさせるのは、まあ同年代ぐらいでしょうね、きっと年上とか、それはあってもいいんですけども、逆にですね、母性じゃなくて、まあ父親の父性とでも言いますかね。だから年上の男性、憧れとか頼りがいとかっていうのを感じさせないといけないんで、いつも弱ってるところとかね、甘えん坊だったりする年上の男性はちょっと恋愛には向かなくなりますんで、弱音を吐かないとかね、なんかこう自分に対して卑下しないとかね、必要以上に。そんなことをすると、そんな人についてって大丈夫かしらってなってしまったりとかね、こんな人と一緒にいる自分にすごく疑問を持っちゃいますんで、だらしない頼りない自分は NG だということですね。これが2つ目ということになります。で、3つ目なんですけども、今日の動画のポイントになります。ケチな人ですね。ケチな人は全然ダメですね。やっぱりね、私たちもそうですけども、まあ、これは一つのね、先入観とマナーというものなんですけども、私は1歳でも上の方と行く時にはこちらから会計をしないようにしてるんですよ。それはですね、一応年上の方にお金を払う権利とかチャンスを与えないといけないかなと思うんですよ。やっぱりね、年下の人に出させるっていうところの年上の方のね、ちょっとこう、プライドをくじかれるっていうかね、残念さっていうのは結構ね、あまりあるわけなんですよ。もちろんね、
3回ぐらいおごってもらったんで、今日は私出させてくださいっていうのはありなんですよ。もしくは何かの理由をつけて、今日は本当貴重な機会いただいたんで、支払いぐらいすいませんさせてもらえませんかっていうのは OK です。これはね、ただ割り勘であったりとか自分が払うっていうのは基本的には年齢っていうものをね、一つのフェーズにしてなしと思った方がいいですね、うん、だから逆にですね、年下の人に、特に女の子にデートしたのに、奥さんでもそうですよ、うん、何かね、財布を出させるっていうのはちょっと男性としてはないかなと思います。もちろんね、わあ3円ない3円ないみたいなのがあるんですよ。1万3円ぐらいの会計に対して1万円はあるけど細かいの全然ないから3円ぐらい持ってないって、これは OK です。これはね、結構ね、あ、私でも役に立ったんだみたいなことをね、3円で思わせてあげることができるんで、これは OK なんですけども、まあ、なんていうんですかね、相当に慣れてきたりとか家族ができて子供がいてっていうのは別ですけども、どっかの雑誌のね、隅っこにあるクーポン出したりとかね、うん、なんか1000円単位の割引券だったらいいですよ。でもそれが数十円とかね、数百円みたいなのを一緒に会計で出すとかっていうのはちょっとこれきついですね。それは あんまりするべきではないかなと思います、うん、これね、節約をするって意味ではいいんですけども、それは家族になってからの話で、うん、なんていうのかな、女性からするとね、ちょっとがっかりするんですよね、そこがね。やっぱり男には身を張ってほしいなっていうところがあるんじゃないかなと思います、うん、いや、というところで今日は3点お話しました。聞き役に回れること、それからだらしないっていうのはダメですよと、不潔とかね、だらしないのはダメですよ、頼りがいがないのはダメですよと、で3つ目はケチであったらダメですよってことですかね。これ私がね、ずっと意識してこれを見栄にしていたところですね。自分の見栄とか張ったりにしていたところですね。もうどんなにきつくてもクレジットカードを使おうが、デートの直前にカードローン組もうが、絶対に女性には払わせないぞってところは譲らずに来たかなというところでございます。まあ真似する必要はないですけどもね、うん、であとはだらしないところを見せないっていうかね、うん、やっぱこう身だしなみもそうですけどもね、うん、やっぱさすが大人の男性だなって思わせないとダメですね。だらしないもの全然ダメです。あと子供っぽい趣味をいきなり出してきてもダメです。相当慣れてきてならいいんですけどね、うん、だからちょっと男性っぽくね、いかないといけないところあります。そのぽくっていうのが大事なんですよ、うん、女性は男性にいろんなイメージを持ちます。そのイメージをまず叶えてあげることです。そして慣れてきたら、ある意味自分のその世界を見せるためにね、意外な面もたまに見せていくってことです。これをね、最初から意外な面を見せちゃダメなんですよ。意外な人で終わりですから、終わりです。信頼感をすごく強く結んで、憧れてもらった時に意外な面が見えるのは、こんな面もあるのにクスってなるわけなんですよね、女性としてはね。ということでございます。以上です。